日本代表最強コンビがいればワールドカップベスト8突破できる説。最強コンビ、ハーランドとデブライネ。今季驚異的なスピードで得点を量産しているハーランド、そしてそれを支えている世界最高のミッドフィルダーデブライネ。今世界で最も脅威のあるコンビは間違いなくこの2人だろう。そこで今回はそんな最強コンビが日本代表に加入したらワールドカップでベスト8を突破できるのではないかということで検証してみることに。早速カタールワールドカップの組み合わせで検証スタート。初戦のドイツ戦、母国じゃないとはいえワールドカップに参加できたハーランド、一方母国を捨て我々の企画のために日本代表に加入してくれたデブライネ。この2人の活躍は日本をどこまで導いてくれるのか。ビッグオフ。試合は14分、私たちのそんな期待とは裏腹にドイツが早速ゴール。空気を読まない強豪ドイツが早速試合を動かし、出鼻をくじかれてしまった日本。しかし30分、ハーランドがさすがのフィジカルで強引にシュートまでつなげ、ドイツに爪痕を残し前半が終了。後半の立ち上がり、ハーランドのプレーに感化された日本の主将がフォーディフェンスを見せる。すると61分、中央で鎌田とのワンツーから抜け出したハーランドが豪快に決め、日本が試合を振り出しに戻す。ハーランドがワールドカップ初陣から早速その力を発揮し存在感を見せつけた。デブライネとのコンビネーションではなかったが、日本のチャンスメーカー鎌田との息の合ったプレーを披露。試合はそのまま終わり、ドイツとの初戦は勝ち点を分け合う結果となった。続くコスタリカ戦は、試合序盤からゴールに植えた怪物がシュートを打ちまくる。すると31分、いい位置でフリーキックを獲得すると、デブライネがこれを沈め、日本が幸先よく先制に成功。ドイツ戦おとなしかったデブライネがさすがの正確無比なフリーキックを見せ、日本が試合を優位なものとすると、その2分後、デブライネから鋭い縦パスを受けたハーランドが相手をうまくかわし、この試合でもゴールを決め、2対0で試合終了。最強コンビが躍動し勝ち点3を獲得した。2試合を終え勝ち点4で2位につけている日本は、次の試合引き分け以上で突破が決まるが、最終戦はその引き分けすら難しいスペイン。ここまでさすがの活躍を見せている最強コンビだが、第一関門であるグループステージ突破へと日本を導くことができるのか。ビッグオフ。日本は序盤からハーランド、デブライネにボールを集め、積極的にゴールを狙い攻めの姿勢を見せる。43分にはスペインの速い攻撃からピンチを迎えるも、なんとか耐えると、後半はお互い一進一退の攻防となるが、結局ゴールは生まれず、スコアレスで試合終了。スペインと引き分けた日本は見事死のグループを通過し、決勝トーナメントへと駒を進めた。日本は最終的に勝ち点5で2位通過という結果に。一方、グループ F では心臓であるデブライネを抜かれたベルギーがまさかの最下位。ということで決勝トーナメント初戦、日本の相手はモロッコ。お互い死のグループを突破し、ダークホース同士の激突となったこの試合、両者ともに勢いに乗っているが、果たしてどのような結果になるのか。キックオフ。試合は30分、デブライネが得意なミドルレンジからシュート。しかしここは正面に飛んでしまい、ゴールとはならず。すると前半終了間際、鎌田がいい位置で倒され、フリーキックを獲得すると、キッカーはデブライネ。これを確実に決め、日本が先制に成功。デブライネが今大会2つ目となるフリーキックからのゴールで、日本がいい形で前半を折り返すと、エンド変わった80分、ハーランドが抜け出し、軌道にボールが渡るも、ここは相手を突き放すゴールとはならず。迎えた試合終了間際、モロッコのゴールキックからのパワープレーで
この試合最大のピンチを迎えるも、なんとか耐え、試合終了。デブライネのゴールを守りきった日本がモロッコを下しベスト8へ。迎えたベスト8の相手はセルビア。ここまで全ゴールがハーランド、デブライネという完全におんぶに抱っこ状態の日本代表だが、この先の景色を見に行くことができるのか。キックオフ。立ち上がり3分、ハーランドにいい縦パスが入り、一度は潰されるも、こぼれ球を鎌田がシュート。早速惜しい場面を作ると、直後のコーナーキックでも相手ゴールを脅かし、いい立ち上がりを見せる。しかしその後試合は全く動かず、迎えた88分、セルビアにこの試合初めてのビッグチャンスを与えるも、なんとか耐え、試合は延長戦へ。すると延長98分、セルビアにボックス内に攻め込まれると、ゴールを決められてしまい、セルビアがこの試合の均衡をついに動かした。残り時間が少ない中で崖っぷちとなってしまった日本。しかし108分、ハーランドが抜け出しサイド際でボールを持つと、マジか、土壇場も土壇場で怪物が大暴走。暴走列車のごとく一人で相手ディフェンダーを蹴散らし、ゴールを奪ってしまった。このハーランドの劇的なゴールで試合は PK 戦へ。流れは完全に日本のペース。この勢いのままいけるかが、しかしハーランド、デブライネが揃って PK 失敗。ここに来て日本を裏切りやがった。一方セルビアは全員が確実に決め、日本敗北。目標のベスト8を突破することができず、設立証ならず。ということで検証結果、正直2人には何も言えねえでした。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。